皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて、連日暑い日が続いていますね。松阪市では昼間の暑い時間帯を公共施設などで過ごしてもらい、家庭での節電につなげてもらおうと、今年も松阪町中避暑地キャンペーンを実施しています。今回協力いただいているのは、公共施設をはじめショッピングセンターや店舗、事業所など37施設で、こちらのポスターやタペストリーが目印です。キャンペーン期間中、冷たいお茶のサービスなどを行っている施設もあります。詳しくは松阪市のホームページをご確認ください。松阪町中避暑地キャンペーンで、暑い夏を涼しく、そして環境にも優しく過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは今回のラインナップです。市長と市民が意見を交わす市長と語る会が、岡和地区市民センターで行われました。松阪市社会福祉協議会から、見てみて社協ですをお送りします。7月1日にオープンした市民プールをご案内します。歴史民俗資料館で開催中の企画展、布を見る松旧民具館急増衣装展をご案内します。